アザラシアワこんばんは、フィッシュマンズのアザラシアワーにじますないと。で、今日今年最後ですね、もうね。うん。ね、まあね、本当に1年間いろいろありましたけど、うん、いよいよ今年最後の放送ということで、うん、張り切っていきましょう。うん。では、こんばんは、ボーカルの佐藤です。こんばんは、構成だけど喋ってる川崎。そして、こんばんは、ドラムの茂木一です。今日はこの3人で、はい、お送りしていきたいと思いますが。うん。いやいやいや、あの、今日はですね、うん、まあ、今年最後ということで、うん、あの僕らがやってるフィッシュマンっていうバンド、ね、のライブを特集したいと思います。いいね。うん、で主に、12月15日にやった、うん、スズレインクスティックのライブを中心に2時間お送りしていきたいと思いますので、うん、皆さんお楽しみ。では1曲目はフィッシュマンズで疲れない人。
フィッシュマンズ疲れない人をお届けしました。うん、なんでみんな黙ってんだよ。なんか言えよ。3人もいれば会話するぜ普通。俺ね、うん、インクスティックス勢の日さ、うん、誕生日だったんだよ。そういえばそうだよね。番組なんか来てたよ、おめでとうって。あ、来てた来てた。あ、ほんと？うん、嬉しいじゃないか。そうなんだよね、あの日。俺もそうそう、あの日やってて気づいてさ、突然途中で気づいてね、誕生日だと思って。なんかいろいろ言ってたじゃん。まあ、でも俺またさ、あのくだらない、なんだっけ、あ、基本的なやつ。今日は僕の誕生日パーティーに来てくれてありがとうみたいなさ、もう基本のようなこと言ってたよね。ちょっと俺許せなかったよ、あれ。でもさ、でも笑ってたじゃん、みんな。みんな嬉しそうだったじゃん、お客さん。お客さんはな、お客さんはやっぱ若いからさ、みんな。この日はどうでしたかね、ところで。川崎さんも見たわけですけど、ね、結構久しぶりに見たんだけどさ、うん、久しぶりもないか、よかったっすよ。そうっすか、うん、そんなそっけない。深みがないかよ。、うん、でもすごい変わったよね、短期間に。そうだね。その前ってなんだっけ、パワステだっけ。うん、うん、結構なんかパワステなんかの時全然よくって。そうだね、まあ、この前も言ったかもしれないけど、今まで見た中で一番面白かった。ああ、言ってましたよね。まあ、頭3曲ヒヤヒヤしました。うん、それも先週も言ってましたね。先週言ってましたか。頭3曲とかかんないよね。え、かかんないのか。もうかかったんじゃないかな。ああ、そんなことないか。うん、かかりますよ今日は。うん、なかなかこれはライブを聴いても楽しいんじゃないかな。こう昔のほら曲とかさ、うん、あのレコードで持っててもさ、結構アレンジが変わってるじゃん。そうだね、変わってるね。うん、うん、そういうのが面白いんじゃないかな。そうですよね。あとみんななんかやっぱこう深みがちょっと多少たりとも、まあ、うん、出たんじゃないですかね。自分で言ってますね。やっぱりほら11月にね、ライブハウスサーキット、うん、あれもいい影響だったんじゃないの。そうだよね、ワンマンに向けての。うん、うん、ライブいっぱいやったし、うん、そんなことなかったし、うん、なんそれの最後だし今日は、うん、よかったんじゃない。なんかさ、え、まあいいけどさ、ね、仕事納めって気分漂ってるよね。漂ってるよ。いいよね。今日はな、昼はもう仕事納めまわりだ。そうだよ、僕たちは、うん、いろいろ事務所行って、うん、お寿司食べて、寿司すげえ美味しかった。お寿司レコード会社行ってや、うん、なんか食べたり、うん、唐揚げね。だから会う人会う人ね、もうみんなが、うん、ああ今日でみんな終わりっていう中で、川崎さんだけはあの、ああ俺なんか悲しいぜ、雑誌社の人と悲しいぜ。良いお年をとか、来年もよろしくとか、事務所いつからですかとか、次の雑誌社いつからですかとかつって、ラジオで仕事を納めだとかつって、帰ってから仕事だよ俺。寂しいですね。寂しいですね。まあそんな気分はちょっと吹き飛ばすように、ちょっとダークなナンバーを行ってみたいと思います、フィッシュマンズ土曜日の夜。
日の夜フィッシュマンズ土曜日の夜聴いてもらいました。はい、この曲はね、今話してたように復活した曲なんだよね。なあ、うん、まさになんだっけ、キングマスタージョージに入ってて、うん、小島が作った曲なんだけど、うん、じゃあさ、キングマスタージョージの時にさ、発売記念でワンマンとかやったじゃん、うん、その時やんなかったの？やんないやんない、やんなかったんだっけ？やんないやんない、ほんとそうだったんだ。なんかそうか、うん、いまいちこなせてなかったんだよね。それはある、あるんだよね、うん、それはあった。そう、確かにね、うんうん、ずっと眠ってたんだけど、うん、ある日復活してさ、うん、今年の夏ぐらいじゃない？それ、いや、もっと後じゃない、後じゃないの、復活したの。あの渋谷のさ、野外でやったじゃん、雨の日。ああ、そうだそうだ、あの頃だよ、確か。そうだ、復活した。そうだそうだ、うん、うん、やってるじゃん、ワンマンな。渋谷の野外でポリポリ。そうか、あ、違うか、それ夏の話か。うん、いやいや、その後にパワステがあった。そうだよね。ライブハウスサーキットっていうのがあったけど、うん、結局ワンマンっていうのは9月にやって、で、12月この前のやつ。そう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 、だからその間にえらい変わったなと思ってね。そうでしょ。で、俺ちょうどライブハウスサーキット1回も行かなかったから来ないんだよ。えぇ、なんか明日行くよなんて言って絶対来ないの。いやいや、ダメだそんな。ついにね、毎週あると思うとさ、まあ来週もあるかって。で、ほら、月曜日に毎週ライブやってたからさ、うん、火曜日ここに来るじゃない。うん、そしたら番組中に、昨日実はなんとかっていうバンドのライブ見に行ってさ、あってさ、もう花から相手にしてないんだよ。そうそう、昨日って言ったっけ、来いやみたいな。たまには来いみたいな。一応、あ、忘れてたっていうのも何回かあったでしょ。あ、あったけどね。ついね、やっぱ月曜って良くない？え、水曜とかだったらさ、来いよって。そうだよね。あ、明日か、明日かと思うもんね。寝てたりしてね。いやいや、だからさ、だからあんまりこう期間が空いてないのに、特にこの曲なんかさ、すごい変わったなと思ってたんですよ。そうだよね、ほんとそうですよ。うん、いや、この曲自信ついたよね、なんかね、すごくね、うん、確かに、うん、これね、今日これ本当やってる間にって感じだよね。そうそうそう、確かに。そう、うん、さっきも言ったけど、なんか11月のあのライブハウスサーキットはかなりプラスになったよ。なったよな、うん、僕は特に自分ではそういうのを感じるというかね、うん、だからなんか寂しいもんね、今ね、あれね、ライブなくなっちゃってな。あ、来年もやろう、うん、そう、うん、そんな言葉が聞けるとは夢のようだよね。なあ、さっき聞いたけど、うん、半年やってなかった時期もあったんだもんね。
半年で1年やってなかったところあったじゃん、ワンマンって。あ、ワンマンはね、うん、あったね。うん、どうだよだって結成以来一番ライブやったんじゃない、あの今年の11月のあれって。そうだよね、うん、3年ぐらいね、3年分ぐらいやったよね。いやまあだからさ、今日って、うん、あの例えばレコードを持ってるけどライブ行ったことないとかっていう人とかさ、あ、そうだね、あのアレンジが違うし、あのそういうライブバージョンで聴いてみると全然面白かったりするんじゃないでしょうか。そうですね、カセットの順に。そう思います、うん、続いての曲はまたこれはレコードとは全然違う、多分思う、うん、バレるナンバーです、うん、紫の空からチャンス、続けて2曲どうぞ。この季節になるとやりたくなる歌を1曲。Sir
アザラシスペシャル。はい、今夜のアザラシスペシャルは、そのフィッシュマンズのライブに絡めまして、うん、今年1年振り返り、うん、ライブ そのやったでしょ、いろいろちゃんと説明して、まあ、毎週毎週ねライブやったわけですわ。あ、11月のやつね。そうそう、ライブハウスサーキットで一緒にいろんなバンドとこう対バンを組んでライブやったの。そう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 、哀愁のマンデー、うん、デラゲルドフとかね、ね、うん、そういうバンドも、あのそういったバンドを違う ツアータイトル、そういった一緒にやったバンドたちを、うん、今日は取り上げまして、うん、あとはこの番組に来てくださったゲストの方々、うん、そういった日本のバンドたちを取り上げてみようという、うん、スペシャル企画です、はい、よろしく、うん、ではまず1曲目は、うん、プレイグス。このバンドはですね、うん、11月1日の、うん、シェルターに、うん、ゲストで来てくれました、うん、今日本でねこういったギターバンドが流行ってますが、うん、中では僕が一番かっこいいと思ってるバンドです。お、これ3ピースだね、ね、うん、トリオ編成、まあ演奏がうまいよ、うん、ね、かっこいい、うん、と思います、うん、そのプレイグス行ってみましょう、うん、プレイグスでシルバーチップス。プレイグスでシルバーチップスをお送りしました。うん、プレイグスってどういうのやつうので知らないんだよね。プレイグスの意味。ね、プレイグスの意味ってわかんない。俺調べようとして忘れてたよ。違う。俺さ、自分の部屋のスピーカーの上にアンテナってさ、そのアンテナの下に英和辞典を必ず置いてあるんだけど、その英和辞典で調べようと思ったんだけど、あの日曜日に部屋ちょっと掃除してて、その辞書は拭いたんだけど、プレイグスまではちょっと開かなかった思い出せなかったな俺というわけでこれは11月のライブサーキットの初日の、うん、そうだね、ゲストだね、プレイグス。
まだインディーだよね。クアトロレーベル。ああ、そっか。ああ、そうだね。うん。けど、来年、あ、なんか、うん、すごい、ね、なんか、某、ビッグな、うん、うん。ひょっとして、世界的なデビューをするんじゃないかっていう、じゃないかっていう噂が。でもインディーでもさ、すごい音楽雑誌とかバンバン載ってるし、まあ最近ロックバンドってあんまりいないもんね。そうだね。若手で。でね、ルックスがなんか様になるんだよね、すげえね。ああ、そうです、うん。でね、レコードよりね、ライブが全然いいんだよ。全然いい。うん。うん、ちょっとね、もったいない。うん。このレコードは。うん。実はね、ライブのが全然かっこいいの。うん。けどさ、こういう感じのロックバンドと対バンしたら、どんな感じになるわけ？ん？こういうのってやっぱさ、わーみたいな感じで来るわけじゃん、ライブ。いや、そうでもないよな。すごいおとなしかったけどね。けど、うん、お客さんとかね、うん、着実に増えてるね。あの対バンでこう出ててさ、プレイグスいいねってこう、特に男の友達とかも言ってくるよな。そういうね、お客取られてるってこと？全然遊んでんの。全然倍にして返してプレイグスいいね。なるほど。うん、そうなんだ。次言いますか。うん、次言いますか。続いてはね、ブリッジ。うん、ブリッジはゲストに来てくれたよね。来ましたね。笑いの絶えないカジ君って面白いね。にこやかで腰の低い。そうそうそう。うん、また来てほしいやね。読めば来んじゃない。そのブリッジを、うん、行ってみたいと思います。ファーストアルバムからですね。はい、はい、シングル。うん、シングルでもあります。はい、はい、ブリッジでウィンディーアフタヌーン。
ブリッジウィンディーアフタヌーン聴いてもらいました。はい、俺ね、はい、このレコーディングの時にちょっとスタジオに行ったことがあって、あ、本当に、あのプロデューサーが小山田氏なんですけど、なんかこう何作業終わって合間みたいな時、うん、みんながなんかワイワイ話しててさ、アッハッハって湧いたりしてて、うん、その中心に彼がいて、小山田氏がなんかこう仕切っててさ、うん、なんかお兄さんのようにそういう仕切ってる姿を見て、ほうなるほどと意外な一面でおかしかったですね。あの人なんか人望は厚いんでしょ結構。うん、そう。だから、ね、一人だけ見てると、まあなんだなって感じがしますけど、そういう中にいるとなんかお兄さんっぽくてかっこよかったっすよ。実際年的にはどうなの、お兄さんの。もう変わんないでしょ。下手したら下なんじゃない。あ、そう。ブリッジの何人かよりか。うん。でしたね。ブリッジってのはなんかみんなのほほんとしてますね。おいおいおい、のほほんって。いや、のんびりしてる。のんびりしてますね。ね、うん、思わず和やかになります。うん、うん、俺カジンゴの喋ってると自分が腰低くなるもん。あ、いやいやいや、こちらこそ。楽しいじゃないですか、カジ君って。楽しいですね。ね、うん、なんか、うん、ほんと楽しそうな一曲喋るじゃん、なんか。あの、熊のパディントンってキャラクターがあるじゃん。いや、知らないけど。女の子のこの文房具かなって。ああ、あるね。あれ似てるっていう説があります。素晴らしいキャラクターだな。はい、まあ、みんな似てるよね、なんかね。似てますわ。ね、なんか、うん、楽しいっすよ。カジ君、あ、全員で来たの。いやいや、来てないけど。カジ君とボーカルのマミちゃん、あ、そうなんだ、T シャツ来て、兄弟じゃないかとかしたね。うん、うん、ありました。あの日はなんか音楽の話しませんでしたね、そういえば。うん、ね、なんかずっと笑ってたような気がした。なんかたわいのない話してたよ。そんな気がする。うん、ね、うん、でもこの番組ゲスト来るようになりましたよね。そうだね、ね、来てるよね。なんか俺の時、うん、この前俺面白かったんだよ、12月の頭の時さ、うん、高橋宏さん来てさ、あ、すごかったよね。マニアな、すごいよ。もうあの堤恭平関係のいろんな曲詳しいんだ。あ、もうすっごい詳しくて、今日も打ち上げで盛り上がってたじゃん、あの人。あの人はね。すごいんだ、詳しくて。そうだ、いやいやいや、なんか思い出したね、今。え、いろいろと。別のこと。さ、さてはですね、ザ・ピローズですよ。うん、ピローズ。このバンドはですね、11月29日、高円寺のショーボートというところで一緒にやりました。はい。そのピローズ、彼女はシスター。
ザ・ピローズ彼女はシスターでした。うん、ピローズはどうだった？ん、一緒にやって、え、どうだった？ん、あの女の子がね、うん、結構キャキャキャって、あのボーカルの沢尾くん、沢尾くんって、うん、なんかそれが可愛かった。沢尾くんはね、僕の一つぐらい下かな。そうね、そう、あと下なんだと思う。すんごい細いよね、なんか華奢な彼はね、モッツだからね。ああ、そうだよ、服おしゃれだよ。そうそう、だから、うん、あのこの日すっごい暑かったじゃない、うん、あのライブ会場がさ、うん、だけど三つボタンのスーツ、あ、ネクタイ、そうだ、スーツ脱げばっつうさ君半ズボン、え、半ズボン、いや、僕もその当時はもう長ズボンでした。うんねえ、沢くん、そうだ、沢くん、なんかこの前なんかポール・ベラーにちょっと意識してんのかなみたいななんかそういう感想もあったけど俺は。あ、そう、ちょっと動きがさ、そうなんですわな、ですが、うん、では行ってみましょう。続いては、うん、ザ・ピーズですね。あ、やったね。11月15日ちょうどあの、ね、なんだっけ、ドラムのウガンダ君抜けた時のそうそうそうライブだったんだよね。2人なんだ、なんですか、うん、すんごい評判良くて、うん、俺見てないんだよね、実は。あ、だってあの時いっぱいで見れなかった、入れなかったんだ。あ、そうなんだ。会場にすごいみんな良かった良かったって言った、うん、ピーズ、2人ピーズ、うん、あ、そういえば先週、うん、2人ピーズのテープをくださった方がいたよね。うん、わかりました。また感想などを、うん、言いたいと思います、うん、そのザ・ピーズから、うん、映画ゴム焼き、
ライブは一緒にやったことはないな。ある？あるか。デビュー前だな。デビュー前に一回バウスでやったじゃん。やったんだ、うん、トマトス、うん、ゲストでも来てくれたね、うん、また清志さんもなんか面白い人でしたよね、うん、なんか二人で世界作ってたよね君たち。ん？清志さんと。いや僕は結構緊張してましたやっぱり。あ本当に、うんうん、一回り以上違うベテランの人ですからね、うん、あれから一回だけ会ったらなんかひげぐっと蓄えて疲れ切った顔で、うん、よーなんて言ってましたけど最近は何やってるかわかんないですけどね、うん、そのトマトスを、うん、1時間目最後にかけたいと思います、はい、トマトスでどこかで。はい、お送りしてきましたフィッシュマンズのアザラシアワーニジマスナイト、今夜は、1年の総決算としまして、うん、フィッシュマンズのライブとあとはそのライブその他、関わりを持った日本のバンドを、うん、前半後半で、うん、特集してみました、うん、2時間目は、うん、引き続き、フィッシュマンズライブの模様をお送りしたいと思ってます、うん、よろしくまあ川崎さんはそれで、年末は忙しいわけで、うん、僕はもうあと1時間もするとなんか今日明るいよね。え、
明るいよね、表情が、うん、疲れてるけどね。なんか楽しい計画あるの、お正月とか？ない、ない、ない、うん、ちょっといろいろ考えることもあってな。なるほどね。おう、なんつうの、そういう時間は大切だよ。大切だよ。年末年始、物考えますか。うん。改めましてこんばんは、フィッシュマンズのアザラシアワーにじますナイト、今年最後の放送ですね。うん、ボーカルの佐藤です。こんばんは、構成だけど1年間喋りましょう、川崎です。そしてドラムの茂出木健一です。どうもどうも。引っかかること言うね。え、なんだ川崎さん、なんだよ。え、そのなんか嫌味かな。嫌味じゃない。まあいいじゃないか、ニューヨークとか行ったわけだしな。今年はなんかあの、え、なんかありました。いや別に。あ、でも川崎さんにとってはあの米国音楽がな、相関してる。あ、そうだよ、別になんて。そんな、そうか、忘れてた。結構忘れてた。あ、ビッグなニュースじゃないですか。そうだよ、個人的に追い回されてますね。うん、もう日常となってね。日常となって、そうですよね。うん、今はもう、え、それで食ってるようなもんでしょ。だって何言ってるかよ。っていうか言ってるかよ、言ってるかよ。君はどこの人だね。米国音楽は誰もお金取ってないんだよ。え、お金はたまる一方で誰も取ってないんだよ、そっから。あ、そうか。ああ、そっか。そうなんですよ、無償奉仕ですが。そうですか。君はどうだったかね、今年は。え、僕はいい年だったな、なんか。うん、いや、マジでマジで。うん、特に夏以降がなんかがぜんいいね。うん、ねえ、ねえ、金ちゃんなんつって。活発なね。うん、うん、なんか、さつちゃん、ほんと今年は、うん、男前だよ。そうかな。髪型も変えて。ガゼンも調子変わった。変わったじゃん、切ったじゃん髪。あ、そうか。なんかマッシュルームっぽかったじゃん、数年まで。うん、川崎さんみたいだったじゃん。そうか、うん、嫌なのかい。川崎さんみたいだ。そうそうそう、俺を見て切ったんだよ。1時間おい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 、いやいやいや。1時間目ははい、ラグナード、ね、いつだっけ、12月15日に行われましたインクスティックでライブね、うん、お届けしました。まだ後でかかんだよね、はい、そうですよね、うん、で、うん、2時間目はちょっと古い、うん、あのアマチュアの頃の音などを泣いたんですね。まあね、いや、チェックしなきゃ、うん、ね、うん、いや、そこは流そう、軽く。みんな、いや、ほら、今日コアな奴らはさ、うん、待ってるぜ。そうかな、そこだけが流してほしい。ですので、よろしく。では、1曲目はフィッシュマンズ、ランニングマン。
島津ランニングマン聞いてもらいました。うん。この日のライブでは何曲目でしたっけかね。2曲目でしょ。2曲目だっけ。多分1曲オープニングがね、ジャストスイング。あ、そうだね。うん、ジャストスイング。今聞いても分かったように非常に手堅い演奏をみんなしたよね。うん、この日ね、そう、前半3曲ぐらいは僕はすごい冷静だったの覚えてるもん。12月15日のインクスティック。インクスティック、うん、結構でも見てる方不安だったんですけど。え、なんかそうですか。うん、まあそういうもんですよ。うん、まあ、やっぱ会場とバンドが一つになってないんですよまだ。お、なんかこうお互いが探り合いみたいな。ああ、もうどっちに転ぶか分からんぞみたいな。ああ、そこがいいんじゃないかな。また、うん、不安あり涙あり。昔はそういうの平気で中盤出てきてたよね。中盤のもう最後だろうが何だろうが探り合いみたいな。もう、うん、最後だろうが何だろうが、えばってちょっと不安でいっぱいでしたよね。もうお客さん張り詰めちゃってた。そう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 。あのなんか独特な間の悪さがないよね。え、なんか間の悪さがさ、最近、うん、こう曲と曲の間の音がないとこになったらお客がちょっと困るみたいな。いや、あれは好きでやってたんだけどな、あの当時。本当かいな。ライブってつまんないじゃん、なんかほらトントントンとゲーとか、そういうのないのは、うん、普通っていうの、うん、まあ別にそういうの目指すようなもんじゃないと思うんですけど。そう、まあ最近はいいよね。んこう中盤からほぐれてきてさ、あ、踊るやつがいたりとか。あ、いい感じですよ、ね、いい感じです。楽しかったでしょ。うん、楽しいでしょ。いやいや、今日はなんか仕事終わりだと思うと、なんか、がぜん元気出るよね。うん、してますね。うん、その横でなんか、あの、赤茶色の顔した男が。うん、悪かった。いやいや。赤茶。それで、これからは、さあ、何ですか。続いてはですね、うん、まあ、主にアマチュア時代の、うん、あの、うちにあった、ね。軽く流そうでした、ね。そうそう、テープ。秘蔵のレアテイクを。いやいや、違います、違います。なあ、まあどこにでもあるよ。耳を触らないようにして。普通ない。こういう時はね、秘蔵なんとかと。まあそういうの貴重な音源とか、うん。よっぽどやっぱ今こう自信がある余裕ぶっこいとか現れる。まあちょっと皆さん聞いてみましょうか。そうですね。かなり爆死だと思うんです。あと相当音が悪いんで、あのその辺よろしくという感じで。では行ってみましょう。He's running。
フィッシュマンズ、ヒーズランニング、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 そんないや汗臭いバンドっすねなんかね、どうしちゃったんでしょうか。おかしいよ、すっげえおかしかったね笑い止まんなかった。 今2曲目始まった時ぶっ飛んだもん、さらにこれいつ頃、3、4年、5年ぐらい前、89年、4年前、うん、手元の資料によって3月19日新宿ロフト、グルーバーズ、ヒアイズエデンっていうバンドと一緒にやってたんです ね、 すね、うん、あーおかしかった。続いていってみましょうか、うん、ポンポンと、はい、続いてはですね、これはですね、まあその当時のラママですね、これは、うん、ラママ、うん、ラママによるライブ、おとなしかったのに、どうぞ。ちょっとまだのはずでしたが、おとなし、いやいや、いやいやいや、待てよ、いや、いや、ん？では行ってみましょう、フィッシュマンズ、おとなしかったのに。最後のこれ、おとなしい人たちがロックンロールによって変わってしまったという歌を歌います。おとなしかったのに。楽しかったね。だんだんちょっと嫌になってきました。この当時ってさ、こう目の上にアイシャドウ塗ってたりとかさ、髪が立ってたりとかしてなかった？いやいや、してないです。でもこの頃はなんかさ、気持ち的にはのんびりしてたよな。本当かよ。活動はものすごいのんびりしてたよね。うん。うん、やってる気分としてもさ。でもなんか今聞くとすごいなんか。熱いね。うん。ジュンスカみたいでしたね。うん。驚きますね。うん。9月、これ88年かもしれないね。88年、俺この時のライブでね、確かね、ヒーズランニングのね、最後ね、ジャーンってやったらね、シンバルが飛んだんだよ。あ、ほんと確かすごいこと覚えてる。うん、台湾、キングビーズね、キングビーズもけど、活動休止とかなんとか、うん、休止ね、もうあのバンドも10年ぐらいやってるよね。長いね。長い。屋根裏とかやってたんでしょ。屋根裏とか渋谷の屋根裏。昔。懐かしいですよね。ローグとかでやってたのかな。そうじゃない。凄まじい。今日おとなしかったなんて、これみんな知らないんじゃないの。最近やってないよね。うん。最近ってデビューしてからやってないけど。そうだっけ。うん、やってないですよ。デビュー前のラママが最後ぐらいじゃないかな。あ、ほんと。
そういえばさっき川崎さん言ってたけど、そのライブ初めて見たなって、フィッシュマンズって、うん、デビュー前の2 days の、うん、ラママ、あ初めてだ。その時には力抜けてたよね、すでに。そっけ、うん、どうだろうね、多分変わんないと思うよ、これのテープと実際は、うん、と思うんだけどな。さあ、まあまあ、うん、続いてはですね、この頃は4人だったんですよね、考えたら、うん、そう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 。で、続いてはですね、博士がゲストでまだメンバーじゃない頃出てくれた渋谷ラママライブから A 列車で行こう、聞いてください。ここで、本日のゲストです。キーボードを弾いています、ミスタネイ K というバンドからやってきた博士です、よろしく。スタンド APA 博士です。博士です。OK。 いいよ。そうですね、これがまさに博士登場の瞬間じゃん、瞬間なんですよ、うん、まあね、4人のあれに比べるとえらく博士が入って、うん、変わりましたよね。もう93年も終わろうとしてるけど、でもアルバムも3枚出て、ね、3枚とあとコーディロイズムードがあって、うん、うん、本当だよね。ね、いろいろ変化が、ということは今のテープはデビューも90年だから、うん、そうだね、うん、その辺からこうどんどんバンドのサウンドが変わっていくよ、変わっていくわけでしょ、うん、ちょっとなんかさっきのさ、あのパンクみたいなのって時々やりたくなったりしない？ライブってて盛り上がったじゃあ久しぶりにおとなしかったのに行くぜってバンとずっと行こう。いや最近はないかな。あ、本当？え、最近なんてあったの、そういうの？うん、たまにはあった。あ、そう、うん、最近はないな、うん、最近は暗いなんかあのな暗いだるいのやりたいっていうかな。へえ、心境ですよね今はね、うん、最近はないですよね、うん、そういえばさっき言ってたけど、あの、うん、博士がシーフードレストラン歌うっていうのもあったよね去年でしたっけ。去年の話で、うん、そんな昔じゃないよね。そうだよね、なんかね楽しげにこう立て抜いてわーとかっつって、うん、イエーとかってやってて変わりましたね。そうですよね、うん、すごい湧いたよねあの時ね。一番ずつ史上最高に湧いた瞬間だったんじゃない、あれって縦に揺れた瞬間おかしかったね、あれあれ、うん、あれビデオとか見たいですね。ビデオ、あ、なんだっけ、いや、わかんないけど、あれ見たいよ、すごかったじゃん、博士客席に突っ込んでね。博士ギター壊しちゃってさ、あ、結構なんか謝ってたって話じゃん、ガーンって俺のギター投げてって、うん、で、楽屋に入った瞬間にごめんさとくん冷静だった、うん、もう芸人だよ、うん、だったよね、うん、しそうやって博士が入ってですね、うんうん、そしてこれがデビューする前の年で、うん、次はですね、飛行機なんですけど、うん、これはね、俺と博士がね、うん、デモテープを撮ってね、うん、これ暇な時に2人で何かやったのがあって、うん、あったっけ、 あるんだよ、あったんだよ、とにかく、うん、それを聞いてみよう。 OK、 これはデビュー前の前ぐらいですか、うん、飛行機、今も
はい、お送りしました過去のシリーズ最高、うん、最高だよ。いやー過去でしたね、なんか飛行機なんてこれはいいよ。うーん、これでも放送っていうね、ん、放送というものにいいのかな。いいんだよ、いいのいいの。当時博士の持ってたダサいラジカセを持ってたんですよ昔よく博士って豆だよね、ラジカセのあの、うん、このなんていうのポーズボタンをパッと、うん、瞬間を逃さない男ってさそうちょっともうそうだよね。あの一番最初にさ博士が練習に来た時さ、うん、あのムスタングの曲をさ俺たちがやり始めたらさ、うん、途端にラジカセかなんか取り出してさ、うん、録音しだしたよね確かそれあったよね。あとなんか飛行機をさあの今の曲をさ、うん、4人でやってたじゃん最初ギターを博士いなくてさスチャラララスチャチャチャってさ、した博士がちょうどリハに入ってきた時にさこれ新曲なんつってさ、うん、こうピアノ入れて弾いてさあーなんかやったね、うん、それなんか妙に覚えてるな、うん、春頃だそれそう春頃春頃ねよくインストとかで練習してたここのサビの部分やろうぜとか言ってあそうそうあやったやったガン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 うんそうじゃんねいやいや思い出してきたな。いやいや懐かしい、うん、いやいやすいませんでした。で続いては、うん、さあ、うん、いよいよ、シバールインクスティックライブも後半戦に差し掛かり、うん、芝浦じゃないです、鈴江だよ。鈴江ですね。いやいやいや、どうしてもちょっと古い人間なもんで、ね、芝浦そうだよね。芝浦は良かったよね。見に行ったもん、うんうんうん、もっと芝浦は良かった、うん、芝浦は良かった、うん、おいおい、鈴江に顧問かんのかよ。ない意見意見、うん、その後半戦から、うん、2曲続けてですか、これは。はい、2曲続けて、うん、ゴーゴークラブですれ違い、いい言葉ちょうだい。よろしく。最高。今日はなんか拍手のちょっと肉が熱いね。ね、あのさっき僕が見てて羨ましかったのはあのコンサートってあのフューチャーの時にあの2人の人がこう肩を叩きながらビートを刻んで1人の女の子が前に後ろで男の人がこう肩を叩いてああいうのは羨ましいなと思いました。大歓迎です。またやってください。じゃあ、行きますか。じゃあ皆さん、あの、後半戦です。ぶち切りです。銀杯。銀杯です。よろしく。再生
にちょうだい。うまく眠れるようにいいことばかりをちょうだい。明日笑えるように。フィッシュマンズライブからゴーゴークラウドですれ違い、いい言葉ちょうだい、お送りしました。うん、はい。このゴーゴークラウドですれ違いという曲もそういえば最近復活しましたね。あ、そうだね。うん、なぜか突然、うん、なんか自分のことをあんまり褒めるような話はいけないんだろうけど、よかったよ今のゴーゴークラウドとか。なんか、あ、なんか眠ってたんだななんてさ、ずいぶんやってなかったよこれね。やってなかったよね。うん、なんかある日リハでただやったんだよね、一回ボンって。ただやったんだよ。さあ、よかったんだよ確か。そっか。それでちょっと乗ったんだよ、やろうかみたいな。俺さえやれとか言ってる。違ったっけ。俺とさ、誰だろうそれ。あ、けど俺の時はね、俺がね、あ、言ってるわけやってる時はね、おっさんの説明もしてるからね。リスナーのみんなはね、俺とさんにちょっと、ああの俺とさんだよ。今ラジオの前でね、うんうんってうなずいている。じゃあまた似顔絵募集かな。山本さんに続く。似顔絵募集。山本さん来てますね結構ね。うん。似顔絵やらファンレターやら。さすが。お、そうなの？さすがですよ。うん。やっぱり。いやらしい。うん。なんなの？なんなの？いや、元フリッパーズギターっていうことでいろいろ宣伝は、うん、着々とやってるんですけど。元モズでもあるらしいじゃん。そうですよね。山本。さてさて、うん、ライブをこうしてやってきたわけですが、うん、
今年1年をまあ短い間で振り返ろうかなと今ふと思ったんですが、うん、まあ短いですね1年は、ね、うん、1年っていうのは何分あるんだろうね。え、一体ね、何分、すごい、1日が何分、いや全然わかんない、60分かける24、え、うん、でしょ、すごいよね。なんだ、いっぱいだね。いや、俺めちゃくちゃ早かった今年、うん、2、3ヶ月ぐらいしかなかったね気がするよ。そうだね、うん、俺もそうなんですよ、うん、この5年ぐらいで一番早かったかもしれない、うん、そういう気がする。何なんだろう、忙しかったってことかな、うん、そうかな。でもすごい充実してたよ、なんかあの、うん、空回りがなかったっていうかさ、デビュー1年ぐらいってほらやっぱり空回りがあるじゃん、いろいろ。あ、ね、充実してたっちゅうことっすか。そうですね、そうかもしれないね、うん、あ、とってもいい年でした。やっぱ年取るとあれかよ、あの人生を無駄にしないようにさ、え、こう充実するのかな。うん、なんでなんだろうね。俺も空回ってた気するもん、何年か前みたいな。そうでしょ、そういう時ってあるよね、うん、あるよね、うん、なんかエネルギーがすごい無駄で進んでませんみたいな。そう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 、ひたすらひたすら空回りっていう。でもさ、自転車でもそうだけど、坂道降りる時にさ、こうほらペダル漕がなくってもさ、カーってやるけどさ、ね、まあ、踏んだら踏んだ分だけ進むのはいいけど、あのマウンテンバイクみたいなペダル止めるとほら、あの車輪が回らないっていう、自転車をこう踏んでるみたいなって、まあそれはそれでなかなか味わい深いよね。味わい深い、大変だよ。いやいやいや、味わい深いやん。味わい深いっすか。空回りしてねえからね。それこそ空回り。空回りね。金ちゃんどうすか、今年は。そう、どうでしょう。俺まだ子供だから。変わんないじゃないか、そんなに。空回りね。いや、ちょっとお若く見せようと思ってた。え、今年俺後半楽しかったです、すんごく。楽しかったね。うん。やっぱね、もともと、あ、ライブ好きなんだなとか思ったね俺ね、うん、うん、すごいライブが好きな人間なんだってのを再確認したよ本当に今年は。うん、本当にね、けどファンの人にはちょっと前半ほらライブなかったからね、あ、待たせたけどね。いやいや、そんなもんだと思ってましたみんな、うん、何、いや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 、いやでもこのままそこがいいとこだと思うよ僕は、きっと。ああ、え、何が、うん、え、なんとなく、うん、まあいろんな意味でさ、うん、そういったファンのいろいろ、うん、まあまあっていうのも、ああまあ、ね、まあまあっていうのがあるじゃないですか。そうだね、うん、そんなもんかなっていう、すごい納得っていうか、なんか信頼感っていうの、いい言い方で言ったら、うん、いうのありますわね、うんうん、信頼感いいね、うん、うんうん、そういう意味ではそうだね、うん、今年はフィッシュマンズより信頼感を感じさせる年になったわね、まあ、まあ慣れてない人はちょっとその後半見逃した人なんかも多いんじゃないかと。あ、そうですよね、慣れてない人、慣れてない人ついね、うん、まあ、半年後ぐらいかなと思ってたら急に働き出したりしてね、うん、お金ないよで、なんだっけ、リリースももうね、そうなんですよ、シングルももうできてましてね。ああ、そう、宣伝してる。いや、全然してない。ジャケットのわけはもう、だってあれだと今年最後で、うん、もう来年になったらもう、うん、あの曲が巷でもうどこつけてもおーっとまたかかってるこの番組はいつかけんの来週新年初公開、ええ、すごいね、聞いてください、本当ぜひ、うん、自信たっぷりだもんね、ええ、今回はね、いつになくいや、あれはもう誇りに思っていいでしょうかな、うんうん、そうかな。結構今回前振り長かったよね、うんうんうん、できたぞ、いいぞとかさ、そうか、あれはどうだとか言って、うん、いや、まだちょっととか言って、ついに出ますか、うん、そうなんですよ、来週、ええ、うん、4曲入りなんですけどね、うん、侮れないね、うん、うん、やっぱ日本も捨てておったんない。ええー、もう一回やってくれ、もう一回やってくれ、なんだってまあそういうわけでですね、うん、来年の一発目はまた頑張りたいと思います、うん、では、本日最後の曲は、はい、今年最後ですね、うん、ライブからフューチャー聴いてください。続いては、ね、ファーストアルバムから一曲やりたいと思います。次の歌はフューチャーです。
小さいですよ。そうっすか。小さいね。うん。小型。超小型ですね。うん、でもいろいろ楽しいテイクが流れちゃって、今日は、うんうん、楽しい話したね。いろいろ思い出してきたよ俺は。ね、いろいろあるよね。そう、俺さファンクラブでさ、うん、何、いろいろ昔からのヒストリーをちょっと喋ることになってさ、今度解放に乗る。あ、ファンクラブね、そうできたんだよ今年ね。そうなんですよ。ウィッシュマンズのファンクラブ、うん、できたんだわ。ちょっと今日の聞いちゃってまた、あ、今日のテープいろいろ聞いてダメ押しだ、もう私は入んなきゃって思うでしょう。そういう人はそうだ、ね、もう入んなきゃダメだよ。ダメだよ、うん、元旦から受け付けてるよね。ね、そうだね。じゃあ年賀状、そうだ、あ、そうだよね。待ってるぞ。相沢元気さんみたいだよね。喋るね。マイクに、うん、さて、それと来週川崎さんからのお知らせです。1月4日、来週年明け早々一発目の、ゴングショーじゃないや、番組はゴングショースペシャル、で、数多くの応募の中から厳選して寄りすぐりました、うん、方々に出演していただいて、その方には全員佐藤真嗣画伯、うん、直筆の T シャツ。おお、いいじゃん。ちなみに何人の方が出られるんでしょうか。まあ、番組中で書くっていうのはどうでしょうかね。話しながら。いいですね。ちょいと。似顔絵なんか。なんとかアートみたいな。で、発表は直接また連絡しますので、あなたかもしれませんので、ドキドキして待っててください。イエーイ。新曲も聴けますよね。そうです。はい、そういうわけで、今年1年間、聴いてくださった皆さん、はい、どうもありがとうございました。はい、また来年も頑張りましょう。はい、ね、ではまた来年。さよなら。